今回は、新潟県にあります、西風園さんにお邪魔したいと思います。日本一まずい温泉だって。はい、西風園今着きました、チェックインしたいと思います。いいよ。全部合わせて、1万1000円分もらえちゃうわけなんです。かなりお得ですよね。はい、じゃあ今からご飯行ってきます。楽しみ。おけさごってが食事会場です。
飯の感想、まずね、ご飯の前に飲み物を飲む人はですね、事前に電話で連絡してくださいって言われたんですよ。でしました。で行って、何分か時間経ってもうなかなか来ないんですよ。まあ、なんか、ね、来る前に準備してあるかなと思ったんですけど、なくて、で食べ始めてからも来なくて、僕が一番がっかりしたのはご飯なんですけど、食べてみたらですね、なんかね、なんか新潟産のコシヒカリ使ってますみたいな書いてあったんですけど、なんか硬い水の分量を間違えたのか何なのか分かんないですけど、すっごい硬くて、なんこういうもんなのかな、でも違うよなとか思いながら、簡単に言うとこれがうまかったとかこれはすごいなっていうのは、まあ、特になくて、まあ、普通の旅館で出てくる普通のお料理という感じでした。だかもなく不可もなくっていう、こんな感じだろうなっていうご飯でした。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。おはようございます。2日目の朝でございます。お風呂入ってご飯食べて、で今チェックアウト。ご飯はね、まあ、結構おかずあって、ご飯のお供みたいなやつがいっぱいあってですね、味噌汁はねかなり薄味でした。でも具がゴロッとあってどれも美味しかったです。で景色も良くてね、で最後にコーヒーももらえてとても満足です。これからまあ着替えてチェックアウトして、まあ次という感じです、チェックアウト終わりました。で次この券を使うべくですね、寺町たまり駅の方に向かいたいと思います。ここから15分
ぐらい、車で15分ぐらいみたいなんで、早速行きます。 GO！中身を見てみましょう。クルマ風ナス、ビーナスっていうのはビーナス味噌漬け、蔵出しならずて、豚角煮、焼きイカ安兵衛漬け、鮭安兵衛漬け、もち豚チャーシュー焼き豚です。以上です。結構たくさん入ってますね。こっちの名産品なんですかね、これは。これが、4000円を、まあ、ほぼタダで手に入れることができました。これもね、清風園に泊まったおかげということで大事にいただきたいと思います。はい、ここでですね、今回の清風園、平風園というかね、新潟の1泊2日の旅、終了したいと思いますので、まあ、総評というか、まあ、平風園は、とってもいい旅館だと思いました。ご飯はね、結構普通だったんですけど、それ以外の、まあ、お部屋は綺麗で、なんか広くてね、良かったし、スタッフさんも対応がね、丁寧で、ちゃんと説明するところはしてくれて、とっても良かったですし、あとお風呂もとっても良くてツルツルになるしね、肌がなんだろう、なんていうんだろうな、肌触りとかね、あと繊維質とかね、とっても良かったです。まあ今はしょうがないんですけど、コロナでもっといろんな店が開いてるともっと良かったなと思ったんですけど、とっても楽しい一泊2日でした。最後までご覧いただいてありがとうございます。さよなら。